ガンバの群馬、温泉キャラバンですが、水沢うどんの大沢屋さんに来ています。ここね、長崎平和像の北村、聖望先生、あと岡本太郎先生のね、もうおなじみでね、作品がこう普通に置いてあるんです。すごいんですよ。もちろんおうどんはもちもちしててね、やっぱり水のいいところ、締まった麺ですね。明日誕生日で漫才に2泊しますが、その最初水沢うどん大沢屋さんで始めることにしました。ぜひお越しください。頑張ろう群馬。